こんにちは、いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。どうもお世話になります。ワルソネコのタックスです。去年の秋頃にブライス都市伝説ということで、旧ラディエンスの金型が2種類あるっていう話させていただいたんですね。で、そういう時には2種類だったんですけど、はい、この度さらになんか種類が増えて4種類というか4段階あるということが調べる機会をいただいて調べ直したんですけど、まあそれはちょっと後に置いといて、その前にまあね、去年公開した秋の動画がちょっとね間違っていたって、これね難しいとこなんやけど、半分正解で半分間違ってた、これね微妙なとこなんよ。そうなんか一応なんかこう間違いというよりはなんかもう調べが足りなくてもっとあったっていうのが分かりました。それのおかげで真実が出てきて、そのいただいた画像からさらに調べたんですよ今回。そしたらちょっとね4段階っていうのがあるんですけど、まあでもその前にちょっとね前回の動画がちょっとまあ調べが足りなかったということをまずここで謝らさせていただきますので申し訳ありませんでした。あ、光るフラッシュに注意してね。パシャ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 って、まあそれは置いといて、それは置いといて、ほんでまあちょっと今回の本題ですけど、この金型が4段階あったなんですけど、これね実はめちゃくちゃ調べたら4つあるんが、そうですね、痕跡がちゃんと残ってたんで、それもたった1年の間で目まぐるしく変わってたんですよね。それが分かってきまして、今回連絡いただいたのはアーバンカウガールのことでお伺いしたんですね。前になんかこの金型の変わり目っていうのは、その愛するね2009年の12月の段階で変わると、で11月のアーバンカウガールは旧型だっていう話をしたんですけど、これというか合ってるんよ。だからこの変わり目は一旦合ってるんです。だから愛するねから1段階変わってるのは間違いないんですけど、実はこのアーバンカウガールは実は3段階目だったっていうことが分かったんですね。もうねやっとることはほんま都市伝説なんよ。後から出てくるっていう。そうでも先に言うとこは、コロナウイルスあれちゃん、コロちゃん、こんだけ大変やのに占い師当ててないっていうのはそれと同じと思ってくれ。いやいや、もうこれはね私たちがもうちょっとなんかこう踏み込んで、あと細かいところも見ながらいったら、ほんまにねこのアーバンのその写真をちょっと見せていただいて、それで気がついたんよ。あれあの時の間違ってたんじゃんっていう。そうだから AB じゃなくて A だってなったんですね。そう、あこれちょっと AB っていうのが出てくる、これまた後で言うわ。ちょっとまあまずそのいただいた写真を見せましょうか。許可はいただいてますね、もちろん。というわけでここからちょっとなんかドールを解体した中身とかもまた出てきますので、ちょっと苦手な方はご遠慮いただけたらここでも止めていただくか、またね分かりやすい誰か見た人から教えていただいてくれれば。そうですね。というわけでまず段ボールがあると。でもこれだけでね国内流通品というのが分かりますからね。そうですね。箱の方、これもねまあ見た感じツヤがねそんなにまあ偽物に比べたらツヤはまああれだし、あと何よりこの左斜め上にあるシール、こちらがねちゃんとシルバーなんです。シルバーな偽物の場合はここが白なんですよね。白が多いよ。銀の部分が白、箔押しされてないって言った方が分かりやすいかな。だからこれが本物の証明にもなりますね。あと分かりやすいところで偽物のアーバンカーゴルの場合頭皮を塗装してないのが、そうだからちゃんと頭皮のところ茶色く塗装しているのが間違いないので、これでまあ本物であることがもう確実に証明できていると。あと初めに言ってきますけど、アーバンとかそのマンゴーガバとかいろんな分あれ他のまあフェイクというかありますけど、偽物はここ以外に見るとこは山ほどありますんで、これはもうちょっとしたとこだけすぐ分かるポイントですよね、これは。ではちょっとねいただいた写真の中にもう一つちょっとチェックポイントがあって、この人をちょっと眠り目をするにあたって解凍した部分があるんですけど、こちらになるんです。でこれ見てクリックするネジカチンっていうその T パーツって言われるのがあるけど、間違いなくその下の方に穴があると。そうですね。これはもう間違いないと思うけど、スリットがないっていうことに気がついたんやって。そうですね。だからこれって穴2つやから後期型の形してるんやけど、スイートがないから前期型のサイドを持ってるっていうことになって、ほんであれちょっと待てよって言って、うちらが紹介した分とちょっと違うと思って。そうですね。なんかその間のとこちゃんと理解できてなかったぞっていうことになりまして、で今回補足として4つあったっていうのをちょっともう一回ね、全部開け直しました。というわけでその4段階が分かるようにその4種類の金型全部旧ラディエンスです。並べてみました。すべて2009年製です。そうよ。ここなんよ。ここがまたすごいですね。そしたら左端からいきますね。カプチーノチャット2009年1月発売です。そして2つ目フレンドリーフレックルズ2009年2月発売です。そして3つ目が、アーバンカウガール2009年11月問題のドールですね。そうですね、はい、そして右の端が愛するね2009年12月発売です、はい、見事にこの年に集中してるわ、はい、なんやけどこの年に、はい、その併用されてたのかそのちょっとずつ直してたのか分からんけど、おそらく一つの金型を直してるんじゃないかと思うんですね。痕跡とあとね、はい、細かい傷とか、はい、細かいねそのなんて言うたらいいかなヘアラインというかあるんですよ。 それが全部残ってるんで同じ金型なんだけど実はこれバラバラなんです。そうなんですよね。だからこの金型2つあった説とかって結構なんかまことしやかに言われてた時期あったんですけど、だから実は金型4つで1個の金型1種類のラディエンス無印っていうたやかな、うん、あの頃に4つ、4回変わってるっていう点かな。そうですね。だからもう同じ金型にどんどんマイナーチェンジを加えていったっていうことになりますよね。いやこれね、うん、今回本当気づいてよかった、うん、やっぱりねやってておもろいな思った。そうですね。でまたこういうなんかこうマニアックな情報をいただけるっていうのは本当ありがたいですよね。なのね悪さ猫冥利に尽きるというか、そうですね、やっぱりね、うん、しつこいなっていうまあまあそれはかまへんねんけどね。そうからなんか前回のその動画の時にも、うん、これでアーバンカウガールで後期型の特徴があるのがあったら誰でもなんか連絡してみたいに言ってたんですけど、まさにそれを連絡していただけたことで分かったことになるんですよね。だからこれが一体何かが分かったんよ、うん、で今回全部調べて、はい、多分この4つは、まあ、境目がちょっとね分かっとるとこもあるんやけど、はい、真ん中2つに関してはちょっと微妙なとこ上がるんで、まあ、まずその4つある方なんですけど違いをちょっとね1個ずつ左から説明していきますんでよろしくお願いします。紹介していきますのでお願いします。まず最初のカプチーノチャットからいきますね。まず発売日がちょっとね分かれば、はい、2009年の1月ですね、はい、この時にキューポットとかも同時に出てたりはするんですけど、まあ、キューポットまだ開けてないんでまあ分かりませんけど ね、でもこの月はどうやらこれらしいっていうところですよね、まあ、これまず何か今画面に出てるのは何かって言ったら、はい、無印のラディエンスの初期型っていう言い方になってしまうんかな。そうですね。私たちは無印とか初期型とか呼ぶようになってしまってるんですけど、以前の動画の時にはもっと前の方を開けたりしたんですけど、はいでそれでちょっと境目見ていこうかなっていうことになった時にマトリョーシカメーデン初期型だったと、はい、でカプチーノ開けてみたらまた初期型だったと、うん、でこの次を開けたフレフレですね、はい、その時になったらちょっと変わってたの で、ね、ここが境目かなということで出させていただきました。これ今開けてるのが初期型なんですけど、はい、ラディエンスの第1期と表、はい、で特徴としては、その何を真ん中に穴がちょっと開いているっていう。そうですね。穴は一つですね。奥にあるんですけどね。はい。鼻の裏というか。そうですね。その部分に一つだけ穴がポコッと。でもう一つの簡単な特徴といたしましては、はい、ヘアを止める。そうですね。髪のパーツを止めるとこに、うん、まあツルツル。もう何も文字が入っていない。何も文字が入ってない。これがラディエンスの第1期。第1期ですねと思っていただけたら、はい、名付け方は正しいのかどうかこれ分からん。そうですね、こんなことを話してもうちらだけしかおらんからまあそらそうですね。この情報が役に立っとんかどうかさえ俺は分からん。そうですね、うん、前回紹介した後期型にあるサイド側のスリットというか突起ですね、それがないのも特徴ですね。それもまあまだありませんねこれには、はい、でもこれはまあ今見せよ第1期。じゃあ次のドールいきますね。はい。そしたら次の旧ラディエンスの2段階目といいますか、これはフレンドリーの方かな。はい、フレンドリーフレックルズですね。2009年2月発売になります、はい、こちらは A 型の穴1タイプということでさせていただいてます。これちょっとね後で読み方の説明しますんで、はい、こちらまあ特徴としましては、はい、まず鼻の後ろ、はい、プロリングの T パーツのねカッチンっていうところの下がね、はい、穴が1個。これは無印と同じですね、うん、でここがまず一発目と違うところ、第1期と違うところっていうのは、紙のパーツを留める中にあるネジ、はい、これ今のねリニューとかプラスの人はうんと思うとこあるけど、はい、昔はこんなんなっとったんよ、うん、そうですね。でこの後ろのネジのちょっと左側、はい、こちらに A っていう文字が見えるんですよ、はい、これねちょっとね本当に薄いんですけど近くに寄ってみたら分かるんですよ、はい、こんな感じです、はい、こういうふうに近くに寄ったら分かるんですけどこの A っていうね、はい、文字があります。そうここで急に文字が入ってくるんですね。そうそうそう、だからここで明らかに金型に何か手を加えましたよっていう印があるんですね。そうやね。まあ、これがまあうちらが言う、はい、初期ラディエンスの、はい、2期というか、うん、そうですね。もうだから A って書いてるから A 型とか呼ぶ時があるんですけど、ね、もうそういうの穴が1つの2段階目ですね、うん、次の分いきますね。はい。次は3段階目ですね、はい。これ今モデルになっているのはアーバンカウガールです、はい、2009年の11月発売です。だから変わり目のところをちょっとまだ調べてないんですけど、これが最終だと思ってください、はい、これが A の穴2つタイプです。そうですね。まあ特徴で穴2つってどこなんて言われたら、はい、まあ先ほどがよく出てくるその T パーツのこの間、はい、さっきと違って下に1つ穴が増えてる。もう1つありますよね。1個目の分が鼻のとこの裏と、はい、2個目は、まあ口のとこって言ったら分かりやすいかな。それぐらいですね。うん、そういうふうに穴が2つになってます。はい、そしてもう1つ違いがあって、これは何かって言ったら、はい、おでこの後ろあたり。うん、ヘッドパーツというか髪のパーツを留めるところに、ここに A っていうのがあるだけ。そうですね。だから A の穴1型の時と同じところに A があるだけっていう。これは変わらないよ。だから何が変わったって言ったら、1期から2期は何や A のパーツが増えて、で2期から3期は穴が2つになる。増えて、もうそういうところですよね。 A のところは全く変わらない。で前回はここで終わってたんよ。はい、だからそこまでを全部なんか無印だと思い込んでいたっていうところですよね。だから前回はこの3つも見つけられてなかった。2つで終わってたようちら。そうだから、この A 型のタイプっていうのを私たちはこの無印と混同してたっていうところがあって、これって全部頭皮も外さないと判断ができない部分でもあって、私たちはこのなんか AB 型になった時の横のスリットの部分ですね。そうやね。これで前期か後期かを見分けてたんですね。その最後の言葉で出たスリットってなんだっていうのを次の方で見ていきますね。はい、で最後に出てくるのがこちら「愛するね」ですね。2009年の12月発売なんですけど、はい、これが AB 型って呼んでいるものになります。そうですね。まあ、うちらが勝手に読んどるだけやけんね。はい、これまあね、違いのところを言うていきましょうか。はい、まず何が違うかっていうと、まずこれさっきと同じになるんですけど、はい、一番初めの分と比べてまず違うとこ、まず鼻と口のところの後ろに穴が2つあります。2つになりましたね。こんなふうに穴があるんですよ。はい、そして、1期2期3期と明らかに違うところがもう1つあります。はい、それは何かって言ったら、これはもう見つけやすいんですけど、こんなふうに画面見てくれば分かるんですけど、スリットというか、なんかこう補強パーツというか。そうですね。サイドのなんか頭のところですよね。そこになんかこうピッと飛び出しができたんですね。まあこれはなんかはい、多分頑丈にするためか何かわからんけど、ここにまあこういうものがピッとついてるっていうのは、はい、これはもうこの AB 型になってからのもので、これはもう第4期の分にしかついてないもんですね。そうですね。でもう一つ違うとこあったんやけど、はい、一番初めは、はい、そのネジを止めるとこ、おでこのね、はい、裏、そこにツルツル。2番目は A。で3番目はこれも同じ A ですけど、この4番目の分のその第4期の分に限ってですけど、はい、A っていう文字があるのは当然なんですよ。はい、ちょっと引きの画像でも見えるんですけど、どんどん寄っていきますね。こんな感じ、はい、A は分かるやん。でもよく見たら A の右側にめっちゃちっこい B があるのよ。そう、ちっちゃい B があるんですね。だからこれ明らかに後で B を足してるんですね。というわけで、ここでか AB 型というか、そういうのが出てくるっていう。だから、額の後ろに A と B の刻印があって、はい、しかも、鼻と口の後ろに2つ穴があるタイプっていう。だからこれ全部で4種類あるっていうことになってもうたんよ。はい、そうだから、それがなんか2009年の間にちょっとずつ調整していって、ここまで来たっていうところですよね。だからずっと同じ型を使ってると思うんよこれ。そうですね。やっぱりなんか修理したりとか補強したりとか、いろんなところ考えながらやってると思うんですね。だからこの時間かけてこう長く使ってる中で、やっぱりマイナーチェンジというか、より良くしていこうっていう動きがあり続けたんだろうなと。金型をこうなんていう長持ちさすんかどうかいうことでやっとんかが分からんけど、もしくは金型を何回プレスしたら印をつけていこうかもしれんし、そういうとこかもしれんし、もしくはまあそのなんていうの、車種成形の時にちょっともうちょっと効率よくするために横に溝をつけたんかとか、それはもう本当に分からんとこなんよ。そうですね。目的は分からないけど、とにかく何らかのための目的があってつけたのは違いないと思うんですね。だからその耳の横の出っ張りパーツあるやん、はい、あれってちょっとね、まあその金型の話になるんやけど、はい、ちょっとあそこら辺でね、なかなかこう分かりやすいことをしとるとこあるんよ。ありますね。そこの補強かもしれんからね。そうですね。まあこんな感じで4種類の金型見ていただきましたけど、はい、まあこんなに違いがあるというか、だからこれ、4種類の金型っていうのも、はい、プラスやリニューやフェアレスやスペリオールやエクセレントや初期子やとか、そんなどころじゃなくて、ラディエンスの無印の中で4つ出てきてもうたっていう。だから前は2つしかないと思ってたんよ。でもヘッドの分のけて、そのヘッドの隠れとるとこを1個ずつ見てったら、4つあるやんっていうなって、しかもこの4つっていうのが、多分もう1年間の間にこれだけ、でこっからまた謎も出てくるんやけど、はい、だから2つの型が併用されとったかどうかっていうのはもう分からんのよ、ますます。そうですね。私たちが見た感じ、同じところにやっぱりなんか A の位置が移動するもないし、ないないない。でなんかこう同じようになんか盛り上がってるとこは盛り上がってるし、傷があるとこは傷がある、裏側とかどこに見てったらね、だから、まあ、バリの出方はまあそのバリを削る人によって変わるんやけど、うん、まあそれ以外のとこはあまり金型も変わってないから、うん、だからなんかこうそんなんいらんやんみたいな不自然な盛り上がりとかも同じやないですか結局。だからやっぱり一つやったんかなっていうのは思ってしまいますよね。ここでちょっとまあ前回のね、私の子はその1年とちょっとまあ秋かに調べたんちょっと見るけど、ね、これがまあ前回ここが区切りじゃないかっていうことを言うたんやけど、はい、まあこれがもう新たにちょっと新しくね表をちょっと付け加えさせていただきます。訂正版ですね、うん、でこんな風になるんだけど、はい、まあちょっとね、はい、うん、だからもう初期型というかもう本当に無印状態のからそうですね、その A 型で2段階あり、はい、で AB 型というかなんかそこからなんか補強型というか、はい、そういうのがずっと続いてっていうところになるんですけど、だからまあ旧ラディエンスの初期型フェイスっていうのは、うん、まあ穴が1個でツルツル、はい、ほんでまあ旧ラディエンスの第2期っていうのは、はい、頭のとこに A っていう刻印で穴が1個。で旧ラディエンス、はい、3期っていうのは、はい、A っていう刻印プラス穴が2つ、はい、で、旧ラディエンス第4期っていうのは、はい、頭のところに A の刻印、そして小さな B の刻印、そして穴が2つプラス、おでこじゃないわ、耳のちょっと上か、はい、にちょっとスリットというかなんか補強が入ったみたいな感じ。そうですね、もうそんな感じで少しずつ変わってる。そうなんよ、無印のラディエンスの中でこんなに4つもあると思ってなかったから、ほんま今回なんかいい機会やったわ。うん、これ調べる機会いただけて本当にありがとうございました。だからその間を俺が調べてやるぜとか、うん、トレジャーハントで宝物が出てくるわけでもないから、はい、皆さんはわざわざね調べずに大事にしてください、うん、そうですね、なんかもう10年以上経つもんなので、うん、無理に開けててからひびとか入っても怖いし、そうやな、だからやっぱり当時の分って、うん、ラディエンスは解凍が楽やって言ってたけど、はい、結局物によっちゃね、うん、ね職人さんというか作る人がのりようけつけてんな、はい、こいつとあそういうのもあります。今度はデザインナイフ持ってきてちょっとずつ切らないかんけど、もし失敗したらね、うん、やっぱ跡も残るし、で前髪ありの子やったらかまんけど、はい、でもやっぱりそれでも前髪で隠さないかんっていうのはちょっと辛いからね。そうですね、まあ無理はせずに、うん、だからなんかどうしてもやるんやっていう人はまあ止めはしませんけど、うん、それでもなんかまあ大事にしてくださいねということで、あとはまあ前回の分見て、あそうなの2つなんやと思って、はい、なんか違うなとなんかもやっとしてた人もしおったら、それは本当すいませんでした、うん、申し訳ありませんでした、うん、まあでもね今回これで逆に4つあるっていうのが分かって、うん、一体どれがどれなんやっていうのはもううちらもさっぱりわからん。これはすっきりしたけど間がちょっともにょっとしたっていうところですね。まあ暇な時に調べるかなぐらいの感じで、まあ都市伝説やから、うん、まあふーんぐらいで思ってくれたら、そうですね、そう思っていただけたらありがたいですね。だからまたなんかこう気になることとか質問はいつでもウェルカムですので、またなんかこういう感じのことで、あこれなんか違うと思うんやけどみたいなのは聞いていただけたら嬉しいですね。わかることだったら答えますんで、はい、それでよろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で最後までお付き合いくださりありがとうございました。皆様のお役に立てればと思います。どうもありがとうございました。